半豪華。あとやることとかって何も聞いてない。何も聞いてないの？何も聞いてない。マジか。今後ほら辛い系いろいろやっていくのかな、まあ、もしくはまた新しい展開するのかみたいなことは、はい。いやなんかこの間の再生回数がちょっと伸び悪かったから、なんかもう多分あれかな、もうちょっとあれかなとか思ったんですけど。この間ああ焼きそばか、あのしかも水着よりブルマじゃないですか、うちのチャンネルは。なっちゃってる。はい、だからブルマってなんかやった方がいいかなとか。はい、でそれで辛い系に混ぜてみたいな。辛い系はもうとりあえず置いといて、なんかその辛いので汗かくイコール脱ぐ水着になるみたいな流れで辛いものを食べてたんですけど、ブルマってなると脱げなくなっちゃうからどうしよう。ただ普通にその見てる人がブルマ姿で辛いの食べてるっていうのに需要があるのであれば全然いいんですけど、どうなんだろうなとか思って。鍋は多分おでんとか 100汗かきますね。あみたいな。真夏のおでんって地獄じゃないですか結構。見てる方わかんないけど地獄企画。確かに鍋はちょっと鍋どっか微妙。鍋微妙か。逆夏の食べ物みたいなのを冷やし、流しそうめん、流しそうめんとか、こう流しそうめん楽しそうだな。でもちょっと楽しいのか見てて、めっちゃ水量バーって流してそこをうわめっちゃ来てるみたいなやつやりながら食べる。あ高速流しそうめんみたいな。それ多分4人いた時の方が楽しいかもしれないですね。1人よりかはね、みんなでわちゃわちゃした方が楽しいかもしれないですね。それだと。あとなんだ、スイカ、スイカ割り、スイカ割りやりたい。いやなんかないさあ、結局ここ最近で一番あるのくすぐりでしょ、うん、くすぐりもいっぺんとうじゃん。で結局ブルマ系も、まあでもあれね伸びたんだからまたやりゃいいじゃんね、くすぐりね。うん、4万あれ結構すぐポンっていきましたね、ね1万まだ12万とかそんぐらいだから、うん、あれ結構押していけばいいんじゃない、うん、まあいかしいめっちゃ、なんかあんの？そうか、いいやついいやつ、考えてくださいよ。なんか、ちょっと考えないと。そうそうな、考えねえとって言うんだったらね、多少今こう喋ってたところにこう、なんかプラスなんかしてくれるとかさ、新しいものがあればこっちも、ああそうね、それいいねみたいな感じになるけど。別の仕事が忙しい。いやいや、そうですか。川島さんも、ね、撮影の仕事もあるし、俺も新聞の仕事あるし、みんないっぱいあるでしょ。毎日だってあれでしょ、ルーティンやってるだけでしょ。いやいや、そっちはルーティンって言われちゃったら、そうだな。まあ、だけどさ、ルーティーンね、言いますね。ゆうちゃん、なんかあんのか聞いてんの。ちゃんと言って。言い訳しないでさ。しかし、どうなんだ。いやそうそう本当どうすかな。
したなってなんやってね。泣くな。だってさ、うーんって言われてもさ、もう最初に喋ようって話だったじゃん。そういう考えじゃないの。嘘でしょ。マジで。で、川島さんだって今出してくれた、ね、で、俺も出してくれた、じゃあ。なんで？じゃない？川島さん、いる？はい、行きます。何やねん。何ですか。いや、さすがに俺ら勝手に、いや、仕事だからさ、会社の、これ。あ、あっち、つな。どうしたんですか、今日。なんか嫌なことでもあったんですか、大丈夫ですか。え、やばい。嘘やめろよ。え？え？やるの？なめんじゃないよ。いや、お前こそなめてんじゃん。やばくない？やばいね。やばいね。どうしたんですか？やばい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 。どうしたどうした？帰る？いやいやいや、帰る？いや、別に帰ってもいいよ。だって俺、帰ったら休みになっちゃうから。もう、やったって感じ。ご飯食べとこう。あー、今日焼けなんだよね。やったで。それでいいですか。いいんですか、それで。はい、ちょっと、はい。やったよ、パン。え、やばいやばい。いやいやいや。なんでそうじゃん。はい。え、いいよ。まあ、帰っていいんだったら帰るよ。だって俺こっちの仕事してないしさ。一応俺他の仕事あるからさ、帰っていいんだったら帰るよ。全然帰る。だって今からだって別に会社戻ってもいいし。しょうがないね。いや、あるわ、あるわ。なんだったら、ちゃんとやるわ、そっちの方が。いや、違う違う違う。だって川島さんはほら、いろいろさ、こういろんな展開を考えてくれるからさ、じゃあな、1週間前からやろうねって考えようねって、で3人で喋ろうねって話してで、ないって言われたんですよ。しんど。俺は悪いっす。いや、悪いっしょ。いやいや、なんで逆言いしてんの。わけわかんない。俺は悪いっす。わぁ、言ってんじゃん。じゃあ俺帰りに行くな。ちょっと、何、どういうこと。怖いし、怖いし、怖いし。ちょっと待って、待って、これ、ちょっと待って。やばっすよ。え、今日なしですか。え、じゃあこっちで勝てるといいんじゃない。ねえ、もうやだ。ねえ、もうやめてくださいよ。めっちゃビビったんだけど、なんかだって瀬戸大トとかだけ出してた。マジやばー。ちょっとマジやめてくださいよ、本当に。もうやだ、びっくりした。本当に2人とも大人げないでずっと思ってたのに。やばー、ちょっと待って、怖すぎ。てか怒り方リアルっすよ、ほんと。え、やら、え、これ待ってます、待ってます。え、いつからですか。いつから待ってた。え、そう。え、だからテンション低かったの。え、もうや、急にテンション低くなったと思って。そうだろ。やられました。ドッキリ大成功で。あの、スタッフさんが急に揉め始めてめっちゃ気まずって思ったら、
あの2人の演技でした。やられました。ママと引っかかりました。はい、よろしければチャンネル登録といいね、コメントよろしくお願いします。じゃあねー。